ばんは。こんばんは。あ、なんか画面がちょっと濁ってる、濁ってるっていうか濁っちゃってるんだけども、どうしようか。くしゃぎさんありがとう。もっちゃんさんすばるありがとう。ももたるさんありがとう。ね、じゃあちょっとね、宿題をやろう。宿題っていうか宿題じゃない、勉強をちょっとしちゃおうかなって。なんか明日は理科と、なんだっけ、理科と技術家というかとなんかなんですけど、あの1億人にバズれんのの時に、でだってあの出た問題があるんですよ。水金地下を持くなんちゃらなんちゃらみたいな月の問題が中3なんですよ。あの時はみーまだ習ってなかったんだけど、今回習うので、今回っていうかやるので、学校でテストで期末でちょっとやっていこうかなって。でも今はめんどくさいので、とりあえず保険からしようかな。くしゃぎさん、もめたるさん、でんなさんありがとう。ちゃんとさんありがとう。拭いたら確かに、ちょっと待って、余計なっちゃった。喉乾いた。やっていきたいと思います。やっと、めっちゃなんか体調悪い。なんかさっきさっきさ行ったんですよ、買い物にママと。その時にもう立ちくらみやばくて倒れちゃうかと思った。見てください、みーがさ好きなあのストーチレモンのイカ天、イカチップ、イカ天みたいな、それの柿の種がありました。これマジうまいと思うので、それさん、でんなさん、ちゃんとさん、りょうじさんありがとう。みーさんありがとう。クラコン、そうなんかずっとマジで2ヶ月前ぐらいに撮ったんですよ。でなんかクラコン出ないのみーぽんはみたいな言われてて、ずっとみんなに言いたかったんだよね、やっと出ますよっていうのを。ずっと言いたかった。収録自体は結構前にやってて、ずっと言いたくて今言えました。今さっき、ヒムさんありがとう、サニエさんありがとう、マイヒナさんありがとう。ちゃんとご飯食べてる、ご飯食べてるんだけど、なんか急にね、そうさっきもなんか一瞬怒ったんだけど、あの買い物してる途中でなんか心臓が急にグビってなってでな、一瞬2回ぐらい過呼吸になっちゃうみたいなとか、なんか普通に立ったらうわってなんか目がぼやけてふらってなっちゃうとか、足が絡まっちゃうみたいなのが最近あって、ちゃんとご飯食べてるし、ちゃんと寝てるだけど、なんでだろう、成長期だからかな。イッサありがとう。一本のクラコめっちゃ楽しい。本当に、でもなんか全然なんか面白いと思います、見てください。みーさんありがとう。いやちょっとこれめっちゃ美味しそうなんですけど、ちょっと脂質がね 38.2g ということでね、ちょっとカロリーやばいね。みーは食べないんですけど、写真撮るために買いました。これママにあげます。喉乾いた。あ、喉病院とは病院行ってない。村井美は確かに本当だ。カロリー入れにやっちゃったから。失礼。どんこタイム。今日可愛くない？ありがとう。クリミありがとう。え、そう、かなちゃんにね、ミュなんか最後まで見れなかったんだけどね、始まって10分ぐらい経った時にコメントしましたよ。かなちゃん頑張って、かわいいかわいいみたいな。はてさんありがとう。一日一食はちゃんと食べてるといない。食べてます。
え、2食は食べてるよ、ちゃんと。学校でのプレッシャーかけない。え、プレッシャーっていうか、なんて言うんだろう、面白いこと言えるかなみたいな思った。やばい。プランセジンさん、M さん、ありがとう。ジャクソンさん、ありがとう。髪の毛と、え、それの早くない？待ってよ、手がねめっちゃ痺れるんだよね急に。何ですか、何かなみたいな。カミテルさん、ありがとう。指先がジンジンする。パッパッねえ、あのあれ缶詰食べたい。缶詰、缶詰ってあれ、あれ千人焼のか。缶詰、今日ドンキ行ったんですね。でなんかメイが好きな缶詰売ってて、缶詰を食べていきたいと思うんですけど、え、缶詰ってあの汁みたいなしてんやけんのだっけ。ってことで、あとです。かわいい、ありがとう。熱中症じゃない？え、でももうさ夏終わったよね。なんなんだろう、秋、秋症、秋、秋の病気か。9月病みたいな、5月病と9月病みたいな。ジュンジュンジュン。でもなんかちょっとね、なんかしん、なんか体調痛い痛いみたいなとかさ、なんか上ふらつくみたいなあるけど、なんかマジで一瞬で終わるんだよね。なんか急にこうやってめまいが来るなと思って、もう3秒ぐらいで終わる。何じろ、指がしびれるのも10秒ぐらいで終わっちゃう。何でもなんか結構時々たなんか結構1時間おきぐらいに来るからやめていただきたい。あとはそう、心臓がバクバクバクってなるのも2回ぐらいで収まるからやめてほしい。もし忘れて、確かに。でもなんかさ最近夜涼しいよね。今こうやって長袖着ても暑くないから、前まで汗びっちゃんこだったけど暑くないからいい具合。そしたらちょっと保険を取ってこようかな。保険どこやったっけね。ちょっとやっていきます。これだっけ、保険の上だっけ。あった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 。みんなそう。
それではやっていきます。やばい、わかんねえ。なんか今回は普通に保健の授業の問題と、なんか筆記の体育の問題も出るらしくて、それがサッカーなんですよ。サッカーわかんないからやばい、ルールがむずいから。うん、くるみちゃんありがとう、まどろぴさん、小太郎さんありがとう、しあぎさん、アルプスのピジョさんありがとう、マステさんありがとう、うん、ハイツさんありがとう、大志さんありがとう。あ、そうですよ、今シルバーキャンペーン中なのでぜひ応援お願いします。だから、そうなんだよ、めっちゃ複雑だからやめていただきたいなって思ったりしちゃったし、かわいいでしょ、めっちゃ跳ねてる。今日はドンキに行ってカラコン、普段結構ねカラコンつけるんだけど、プライベートで、その時のカラコンがなんかめっちゃ気になってるのがいっぱいあって、いっぱい買ってきました。今日は5000円分ぐらい買っちゃった。ワンデーとワンマウスのやつを買いました。テーブタブタになっちゃう。それじゃあやっていきます。もうね、みゆき静かなんだよね、やったら喋らなくなっちゃうから、それがやだ。スパイクさんありがとう。スパイクさんありがとう。なんか左利きだからかわかんないけど、左にめっちゃ、左がめっちゃ手が震えるっていうか、しびれるからなんか字が汚くなっちゃう。そう、大金、めっちゃ大金だよ5000円って。けどなんか頑張ってさ、貯金してるんですよ最近は。ママからもらったあのお小遣いとかをめっちゃ頑張って貯金して、それをそれ貯めて欲しいものを一気に買う。いや、もう欲しいと思ったもの全部なんかつけといて、メモしといて、でお金貯まったらグワって買うみたいな、やばい人間です。なんかまとめて買っちゃうんですよ、だからダメなんだよね。で今日はもうお買い物する日だったから、なんかネットとかで買って買おうと思ってた服のお支払いもしてって感じで、なんかお金を集めた。今月なんか1回月1回めっちゃ買う日を決めてて、今日はその日でした。オノピー、ともひらさんありがとう、エムさんありがとう。普段そうだよね、普段うるさいから静かにねやるのもいいよね、うるさすぎるから普段。見つめる人、よりも輝き、ちょ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 、何度も高い壁乗り越えたから、何も怖くない、一人じゃないよ、みんな空の下。今欲しいものはね、一番はないけど、まあ今日いっぱい買ったから一番はないんだけど、なんだろう、欲しいものか、ないな。服欲しい。なんか服ってなんぼあってもいいじゃないじゃないですか。服が欲しいかな。服と、あとなんか今
今日ぐらいから始めようと思ってたんだけど、なんか何に使っているかお金を、なんかな何あれママ何にお金使ってるか見るやつ、まあなんかさ書くやつのなんかそういうやつが欲しい。ちょっと知らないんですけど。お小遣いちゃう。違う。ですかね。あと何が欲しいかな。バイクさんありがとう。キヌジョンあそう今日ドンキ行った時にキヌジョンのドライヤー見つけて、でもなんか思ったより高くてちょっと3万5千円ぐらいしたから、もうめっちゃミユなんかママからのもらったお小遣いをもう一生ね貯めないと買えない分のドライヤーだったので、めっちゃ貯めようと思います。歌いながら勉強するスタイルなんだね。いや普段は曲聴きながら勉強するんですよ、静かに。でも曲これ聴けないから歌っちゃおうみたいな。クラシーさんありがとう。みんな買ってくれたもんほんまに。なんかめっちゃさ早いドライヤーが欲しいんですよね、早く乾く。かけよう、えなんだっけなんだっけなんて言うんですか、欲しいような成績じゃねえ、それなマジそうなんよね。学力でもさ、学力って変えないじゃないじゃないですか、自分がどこまで努力するかによるじゃん。でもそれはファンの方からとかもらえないじゃないですか、だからさちゃうじゃん普通に考えて。あと何が欲しいかって言ったら、あ最近なんかスイッチしたいのでスイッチのカセットください。皆さんカセット、えもうスプラトゥーンやりたい、あそうそうソフトカセット何しない、えやってやねもうやって、あなんか今スプラトゥーン3を最近ずっとやってたんですけど、昔まで。カセットとかなんかご褒美的なものができたらね、えじゃあ一生できんじゃん。天さんありがとうっていうのは、まあ、あとは欲しい、まあパウダーがあるんですよ、パウダーが欲しくて、パウダーください。ああとカブトムシください。えプレゼントは解禁してない、捕まえて、そうでも生き物だからね。ずっと好きだよ。スプラトゥーンやってるのは無理よ。マリオカートもあるよ。スプラトゥーンの私はローラー使いです。ローラーしか使えませんね。ローラーがでも正味一番強いと思ってる人間なんで。でもローラーにも結構種類がいっぱいあって、なんか初期のやつしか使えないのよ。使い方わかんないほか。だから違うローラー使いの人がいたら負けちゃうの。初期のやつの方が弱いから負けちゃう。けどテクニックがねミはいっぱいあるので、その初期のローラーでそれうまいですよ。レアパクレレアパ。ヘラクレスオオカブトプレゼント、ヘラクレスオオカブトみたいなそこら辺にいないからね。そんな言うけども、でも何でも嬉しい本当に。キャラ誰使う？マリオカートはね、あのあれ使います、なんですっけ、なんだっけなんだっけ、めっちゃ出てこん、あロゼッタ使います、ロゼッタちゃん使います。ドラクロさんありがとう。ロゼッタかなんか
ちっちゃいピーチ姫、ピーチ姫のちっちゃい版みたいなやつか、テレサか、あれです、お化け、お化けです。ブラックロさんありがとうかな。クワガタよりもカブトムシ欲しい。クワガタよりカブトムシですね。クワガタ今一匹いるんでカブトムシで配信してみるんですよ。私本当に嬉しいです。そうやって言われるためにミーは頑張って配信したり、なんか毎日配信頑張ってるんで嬉しい。配信はミューの精神安定剤だと思っています。なんでかっていうと、ミューが結構しんどい時にみんながこうやって慰めてくれたり助けてくれたりするから、それですしかも普通にもう楽しい。配信が、配信してる時一番楽しいなって思う。僕はヨッシーを使う。ヨッシーね、ヨッシーですね。今日はね、ずっと欲しかった、なんかスクラブって皆さん知ってますか？スクラブ、肌もちもちなるやつなんだけど、そう、それを買いました。なんかアマゾンだと送料900円するんですよ。で、なんか売ってないと思ってて、ドンキに。で、売ってて、買っちゃいました。ね、めっちゃ探した。でももうなんかめっちゃ分かりにくいとこあった。今日もありがとう。博士奈々ちゃんさんありがとう。ベビーピンチヒーネテレサラゼッタ、そうですね。あとあれ、お化けです。お化け、あのテレサじゃなくて、あの兵法みたいな、 UFO みたいな、兵法みたいないるよね兵法みたいなやつ使ってます。来年こそ網浜かかって、撮ろうよね一緒にマジでとても嬉しい。生きる勝つ、嬉しい。頑張って生きようねみんな。私はデイジー、デイジーね。大乱闘とかはあのボクシングの人使ってます。ボクシングのやつか、カービィ使ってます。カービィはなんかその人のことをファーって飲み込んでやったら、飲み込んだらあれになるんですよ。その人の能力使えるから優秀。あとデデデとか使う。クラブは体のかトゥルトゥルなるやつ。ゲーム配信とかしてみたいけど、下手すぎてさ、え今の絶対こっち行った方がいいとかさ、なんかさ、なんかアドバイスされるのが嫌なんですよ。ミーは嫌だっていうか、バカだからさ、自分の道で行きたいからさって感じ。そうだから、なんか言われちゃったら、えいいじゃん別にってなるから、絶対やらない方。でもゲームってさ、隠れてコソコソしたいタイプなんですよね自分は。なんでかっていうと、ミーが下手だから、ゲーム下手だから、隠れてコソコソやって、コソコソ成長して強くなった時にみたいな感じ、誰かとやりたいなっていう感じかな。9種類ね、兵法めっちゃカラーリングあって可愛い。スペシャルカビセナ3期の推しは最年長と最年少です。マジヒータンかな。クリンちゃんありがとう。エムさんありがとう。エヴァ頭薄そう、頭悪いんよこう見えて。結構ね、頭薄そうって結構みんなに言われるんですけど、こう見えて頭悪いんです。マチオカさんありがとう。え、なんかね、なんか昔あの大乱闘をやった時に、なんかピクミンでやったんですよ。ピクミンのやつで、もうマジであれ激弱、本当に弱い。間違えちゃってる。スプラトゥーンのキャラクター、あ、そうなの、いいね。マーさん、マーチオーカさん、マングースさんありがとう。さんありがとう。そうだよね、やっぱみんなそうだよね。コネオパさん、マングスさんありがとう。シルバーウィーク頑張っているので、ぜひキャンペーンの応援お願いします。対象ギフトで応援してくれたら嬉しいです。なんか
今回達成したらくまちゃんのぬいぐるみがもらえるんですよ。ショールームのT シャツしかもらってないから、ショールーム500日って突破したっていうことで、結構いろんなねグッズが欲しくなってきたので、くまちゃんのグッズをゲットして、ここにね飾りたいんですよ。ここファンのみんながみの誕生日にねこれくれたんですよ。これは別なんです。花束くれて、花束を改造してこうやってやったので、だから欲しいのでぜひぜひぜひ。そしてくまちゃんここ隣に置きたいので応援してくれたら嬉しいです。ピクミン使いは福岡のシュートンって人、そうなの？ピクミンめっちゃ操作わかんなかったね。キャラ戦でそう、本当に性能差がすごい、なんかびっくりという形で、手が痛い、しびれちゃう。キラさんありがとう、吉宗さんありがとう。吉宗さんありがとう。テスト頑張って頑張ります。やばいんだよね本当に。なんかさ結構さ自分のことバカっていう人いるじゃないですか。えもう本当にバカ、自分バカみたいな人いるじゃん。でもなんかさそういうバカじゃなくてさ本当のバカだからさ、みーはどうすればいいかなって思うんだよね。なんか可愛らしいおっちょこちょいの方のバカじゃなくて本物のバカなので、頭悪すぎる方のバカだからどうしようっていう形で笑い方やば。知ってるとか言わないで、知った上でねみんな応援してくれてるって思ってるんでね。やればできる子そうだよね、知ってる。JPS さんありがとう、クラシーさんありがとう。もしかしてその強いっていう意味なのバカにしてる、結構また寝てる寝てる。やっぱのせたさ暑そうね、来年かな、いつだろう。あー口から火が出そう、こんな文字ばっかり見てたら。やってみる。あ、クバの王の実はさて。
くすぐたいな。さすがにガラスの靴は入らないか。好きじゃないし、現実なんてそんなもんで。うん、これやります今から。不満も強いけどいける。目と目が合うだけで世界が変わるんだ。これ番号。番号いきます。いつぶりだろう。これやったことあるんですよ実は。最初が感じいいよ。汁出てくる。テーブルの汁満パンに入ってます。これがさ、300円ぐらいって安くない？こんなに量入ってるのに。うん。ちょっとね、やっぱ宿題とか勉強とかやってる時って口寂しいと思うんですよ。だからこういう食べ物を入手しながらやれないと私集中できません。咲いてんの？うん、あとちょっと不思議に左手やってる。左利きじゃんだって。すごいね、初めて見た。嘘、結構ねこれやってるけどね。え、それな、もっとさ、なんかジュースのさ、パキパキのプシュってやるやつかと思っちゃったけどさ、パカンだったら値段高くなりそうだよ。え、そうなん、そういうもんなんかな。関係に使えなかった、いつの間に使えるようになったの。いつの間にか使えてました。え、特技に書けば関係に関明けやだよ、ここまでいったらちょっとやばい。できないよ今の。できました。え、できた？けどこれ埋まっちゃった。すごいね、汁。こういう時はね、こっち側でココアじゃん。うん、汚れて。あ、ここに、うん、かけて、こうする。すごいね、なんか。汁捨てにはいけんのがね。え、飲めるんじゃない？飲んだらだって糖尿病なる。あ、でもちょっと飲んだらちょっとね、え、こういう感じなんだね、初めて。飲んだらちょっとカロリーやばいんで。なんかみかんは買ったことあるけど、勉強はかどりません、はかどりません。これ行ってみてじゃ。はい、すごいね、開きましたって言えば。うん、私が開けました。はい、汁エッグ切って食べる。あ、めっちゃトロトロですね。いただきます。ゼリーとかできそう。うま、あんま、久しぶりに甘いもん食べた。嘘、ヨーグルトとか入れたら美味しいんじゃない。マンゴー4個分詰めました。だって通りで甘いわ。絶対カロリー見よう。脂質ゼロ、エネルギー464、 100g あたり時計820、結構ねすごいです。全部食べたらやばいので。イユがさ、カンケットの初めて見たんだけど。うまっ。汁はちょっとね飲まないんですけど、さすがに。うん、お皿にはね移すんですけど、味見。これからちょっと食事これにしようかな。美味しい。塩漬け。塩漬けでもカロリー低かった？
味見ってやつで食べて、そうだよ、味見だから。もうすぐ21時、やば。全然やんなかったんだけど、宿題。まあ、いっか。宿題っていうか、勉強。きっと散歩用セリンさん、ありがとう。それじゃあみーは期末の勉強をねちょっと食べながら頑張りますので、皆さんも明日お仕事の方とか今からお仕事だよって方は頑張りましょう、一緒に。うますぎやろがいかいかいかいって感じで、うん、マジそう、いやマジそれはやばい、ごめんなさい、ありがとう。それじゃあ何準備します、全部食べるの、全部は食べないかな、さすがにちょっとカロリーがでかい、汚い、すいません。明日は午前中だけですが仕事やめ、頑張ってください。見ました、午前中で終わる気がする。13位、プルンセンジンさん、12位、シンさん、11位、ニッさん、10位、桃太郎さん、9位、ハチさん、8位、クマネパパさん、7位、マユヒナさん、6位、チャンダさん、5位、スパイクさん、4位、レンノーさん、3位、スバル、2位、カシアギさん、1位はクラシーさんでした。配信に来てくれてありがとう。缶詰みたいに勉強詰め込んでね、頑張ります。皆さんも、明日もお仕事頑張ってくださいね。また明日も配信見に来てください。バイバーイ。バイバーイ、おつぽん、頑張ります、またねー